それでは次に V132 に、実際に試乗して機能を確かめてみたいと思います。実際に乗ってみると、エントリーモデルながら、静音性もかなり高く、負荷機能も、しっかりと備わっているので、上位モデルに引きを取らない、かなりコストパフォーマンスが高いモデルなんではないでしょうか。さらに、ワットマスターにも対応しているので、プログラムを組むことで、フィットネスやダイエット、エントリーユーザーには、しっかりとトレーニングを行える、商品となっておるのではないでしょうか。